いきますか。はい。チルな感じでね。チルな感じで、わかりました。優しめなで。わかりました。OK。いきましょうか。うん。山本健太と、東中健の、藤原ラジオ、本気で喋っていい。あ、違う。あ、違う。皆さん、こんばんは。こんばんは。本日パーソナリティを務めます、入社3年目、山本健太です。そして、ゲストはこちらの方。はい。入社1年目の東中健と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この番組は私たちフジテレビアナウンサーが素をさらけ出すをモットーに YouTube と YouTube ミュージックで配信をしているラジオ番組となっております。ゆくゆくはいろんなポッドキャストでも配信していけたらと思っております。今回はですね、第9回目なっていますけども、まずは自己紹介の方から。はい、いいですか。わかりました。はい。入社1年目の新人アナウンサーの東中健と申します。担当している番組は月曜日のイットのフィールドキャスター、イット、あとそうです、 BS ニュースの、まあ、中で行われている挿入ニュースを読んだりとか、まあ、いろいろあと新人らしく間髪でたまにバラエティのものだったりスポーツだったりとかを今担当しているという感じです。はい。それこそ担当番組が一緒じゃないですか。そうですね。山本健太アナウンサーと一緒なんですけど、はい、初めてこうじゃあ一途に作ってなった時に、山本健太アナウンサーのその現場に一緒についていかせていただいて、 あったね。見学がありましたよね。見学をそれこそしていただいてっていう感じで、まあちょっとあれよりは慣れてきたのかなっていうふうにおかげさまで思っております。あの頃は入社して何ヶ月ぐらい、入社して多分6月ぐらいに行ったんで、入社して2ヶ月アナウンス室に配属になって2週間目ぐらいじゃないですか。はい、今ちょっと入社して7ヶ月、半年は半年以上ちょっと経ったっていうところですかね。今その入社をして、はい、あ、これやってる時が、まあ、一番楽しいなって思える、まあ、そんな仕事であったり、まあ、なんかこうアナウンス室来てでもいいし、会社に来てでもいいし、はい、どんな瞬間。そうですね、まあ、アナウンスしてること自体がやっぱりそもそも新鮮で何もかも楽しいなっていうふうには思うんですけど、こうじゃあ例えば準備の段階で今日はなんかこのフレーズを言ってやろうかなみたいなのを結構準備してるんですけど、意外とその瞬間っていうのがワクワクしてるかもしれないです。え、それは例えばどの場面で。最近だと、あの e スポっていう、あ、 e スポ、 e スポで、例えばそのなんていうんですかね、結構紹介のこの VTR、 選手の紹介の VTR で、まあ、割とその選手の人がいじられてたりしてるんですよね。はいはいはい、なんでなんとなくこのいじりのフレーズみたいなのをちょっとじゃあ実況するんで、その実況の中にちょっとこれ言ったら面白くなるんじゃないかなとか、なんかそういうのを考えてるときに意外とワクワクするかな、楽しくなるかなっていうふうに思います。ちなみにそれを言おうとしてた実況っていうのは今なんか覚えてる。弥生時代っていう、まあその、はい、弥生時代っていう技名みたいなのがあって、なるほど、その質問の中に、うんうん、その人弥生の王と呼ばれてるんです。はい。でその人 VS8 歳の小学生という戦いがあったんですね。その弥生の方はベテランなんです。なるほど、ベテラン対そのフレッシュな、そうです。なんで、まあ、何を言おうかというと、まあ、8歳がもしかしたら勝ったらなっていう想定で言おうとしてたのは、じゃあ実況で、はい、できますよ。お願いします。令和の小学生が弥生の王を下しましたっていうのを言いたいなって思ったんですけど、こう時代を、はいはい、令和と弥生でねっていうのをやろうと思ったんですけど、全然言い忘れたって。言い忘れたんだ。結局勝ったんですけど8歳。あ、8歳勝ったのに言い忘れた。言い忘れたって、まあ、それはちょっとっていう、はい、残念だったね。残念だったんですけど、他はなんか例えばさイジットのさ中継とかで言おうとして、はい、あ、 ありますあります。なんかこうあります。イットの中継で、はい、まあ大体中継だとこういろんな、まあ例えばですけど、まあ事件の現場に行くこともあれば、はいはいはい、楽しめの中継もあったりする。あ、そうね、あるね。でそういう時にこう中継の中で馬しな、ほうほう、馬しなかを、はい、その中継地に言って入れたいなっていうのを自分でこう、馬しなか入れてもいいですかみたいな感じで言う時あります。馬しなかっていうのは、まあ、東中と馬しってあるじゃないですか、はいはい、あ、馬いよ、おいしい、おいしいなんか食べた時にね、それ合わせたらちょっと分かりづらいんですけど、馬しなかっていうのを、はい、多分2回ぐらい言ったことある。言ったんだ。言いました。それで空気はどんな感じだったの？めちゃめちゃ凍りました、ね、でしょうね。ちなみに、まあ、スタジオの受けがその時、まあ、馬しなかって言った中継があの宮地さんと榎並さんだったんですけど、まあ、見事に凍って、でその面白い。そうです。であれって、まあ、木村さんのアクティブ中継っていうものの代行でやったんですけど、
その中継やった後にその中継で伝えきれなかったことをスタジオに行って、なんていうんですかね、その後ちょっと簡単な1分ぐらいですけどフリートークするみたいなのがあるんですけど、そこでまず今みたいになんか馬品が本当に分かりづらい、ね、分かりづらかったよねみたいな、今若干馬品が封印中です。封印してんだ。封印中です。ちょっとビビってんのそれは。ちょっと封印してます。でもやっぱさ、比嘉県的にはやっぱそのやっぱ出していきたい。めちゃくちゃ出したいです。じゃあそこをやっぱね、次の目標としてどこで出す。次っすか。ここで決めて、今これ大事だ。ここで決めて、もしこれ見てる人がテレビつけた時、あの時ラジオで言ってたやつが出てるじゃんってなったら、この回収としてさ、絶対いいじゃん。ですね。だからちょっとここでなんか言ってこいよ。ね。ここでなんか。なんかこれ言いますっていう。わかりました。じゃあ、そうですね。まただから、馬品かを、今度だから、イットの中継で、ちょっとトライしようかなって。馬品かっていうのは、食べて、馬品かっていう、それともなんかポーズとかなんかあるの？ですね、馬品かはまず食べるじゃないですか。はいはい、で、まあ前半でこう例えば、すごくジューシーでみたいな感じで二言ぐらい言うんですよ。はい、ジューシーでとても肉厚でまさに馬品かです。これ何これ？これ何？これですか？これはですね、ケンサンズポーズと言いまして。ケンサンズって何ですか？ケンサンズって言わないですね。これあの絶対知ってるだろうというふうに思うんですけど、説明しますと、山本健太アナウンサー、僕の二つ上が山本健太アナウンサーです。山本健太って僕です。あなたです。あなたですか先輩に言うのはあれですけど、で僕の一つ上が勝野健、勝健、はい、で山健勝健と呼ばれてて、僕は東中健、比嘉健というふうに呼ばれてて、三人の健で合わせて健さんず、健さんず、だからここ長男が表します。これ僕なんですか。そうです。山本健太、賢くて太いと書いて山本健太、はい、山健のこの一番太い親指、はい、山本健太。そしてこの人差し指が勝野健、勝健。そしてここが東中健。まずこれ健さんずをなんかそもそもあのこの何ていうんですか、作ったの長男なんですよ。え、僕が作ったんですか。健さんずってこの由来が一応だから健とさんず、こうさんずって太陽みたいな感じで光り輝く3人組みたいな感じで健さんずっていう。誰がそんな痛いこと言ってたんですか。山健さんです。これ山健さんがそれこそここの会議室でなんか2時間ぐらい喋ってて、うんうん、なんか僕と2時あの、ね、勝野さんと3人で2時間ぐらいこのなんか、いや健さんずなんかいろいろあったんですよ、多分なんか、うん、なんて健いろいろ多分あった、ケン3とかいろいろあったの多分、うんうんうん、候補が、はい、でもなんか結局では俺はなんかこのあんまり気に食わないからみたいな感じでこちょこ一番長男がごねて、はいはい、ごねてそれで結局ケンさんずになったんですよ。僕ごねてた。そうす。それで2時間ぐらいなんか会議室にこもってたら新見さんになんか、はい、あなたたち何してるのってちょっと注意されたっていう。なるほどね。なるほど。ね。じゃあ僕が悪いのか、ケンさんね。そうです。なのにこの知らないふりしてるっていうのが。馬品かっていう、なんかその、なんか勝手に巻き込んでんの。なんで勝手に。勝手になんか巻き込まれる。先輩も道連れにしようかな。なんか実質、榎並さんと宮地さんに酷評だった馬品かも、あの、道連れにしてるっていうような感じなんで。え、だからじゃあ今後何、はい、食べて、馬品かです。こっち、今までやってたのこうやって。今、馬品か2回くらいやったんですけど。え、これポーズもやったの。やりましたよ。それ、だってこう、見てる人がこれわかんないじゃん。いや、まさに馬品かですって言って、ちょっとよくわかんないですけど、っていう感じで。あ、っていうのがいい。それっていうのがいいんだね。じゃあ、いじられようかなみたいな感じの。いじられたいなみたいな。欲しがりな。っていうところがありまして、馬品かやってるんですけど、だから馬品かでも汎用性が非常に高くて、例えば、なんかアトラクション中継とかもあるじゃないですか。はい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 。なんかそういう時はもう、楽しなか。あ、馬品かにも、なんかいろんなこう、フレー、馬しのところも、その、なんとかしにかかってればいいんだ。なんとかしにかかってれば大丈夫です。なんでもいけるんで。楽しなかでもいいし、そうです。馬品かでもいいし、お、だから美味しなかはダメなんだ。美味しなかそれなら馬しになっちゃう。ボロがいいかなっていう。なるほど。だからも、目標決めました。やっぱり今って、はい、その、それこそ堤さんとやられてる、はい、あの、今湊さん。あ、はい、今、見ないとっていうふうにスポーツコーナーの振りであるじゃないですか。はいはい、それが一個、なんかないかなっていう。うん、馬しなかみたいな感じ。あ、馬しなかコーナーっていうか、なるほどね。あ、なんとかコーナーなんか。そうです。なるほど。楽しなかみたいな。続いては、楽しなかみたいな感じで。楽しなかのコーナーですみたいな。そこまでこう、行くと、確かに、まあ、かなり、なんていうんですかね、自分としては。まあ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 、この馬品かだいぶ浸透したのかなって。でもそれだ、だから使って封印してるからさ、はい、浸透できてないじゃん。だから知らない人が多いわけじゃん。もうちょっと。だから YouTube でも今もっと言うし、だから例えばなんか会話してるときに、あ、そのなんか例えばさ、ダジャレっぽい上手いこと言ったら、馬品かって言ったりとか、そのなんかインスタグラムで、なんか今日のなんとかなかを探すとかさ、はい、どんどんなんかその、なんか、はいはい、馬品かっていうのを世にこう発信した方がいいんだよ。じゃあ、〇〇品かっていう、そうそうそう、ハッシュタグ〇〇品かっていうのを、じゃあこのコーナーで、なんかまだコーナー募集してますもんね、これ。
はい。そうそうそう。奥の花でも、でも、なんで日賀県のコーナー作んないといけないのっていう空気になってたけど、大丈夫。何丸々しなかっていうコーナーをなんか、こう、一個作るっていうのも。あ、じゃあ毎月、それは日賀県がゲストで来てくれるってこと？あ、もう一回。例えば、最後の5分は、ちょっと丸々しなかコーナーっていう感じで、5分だけ毎月出てくる。だから YouTube から日賀県のコーナーでも、まあ別にいいわけだもんね。そういうことでございます。よくあるもんね、ラジオでも中継とかね。まるまるしなかコーナー。はい。ぜひこの藤穴ラジオで採用していただけたらな、はい、と思っております。じゃあ僕からちょっと言わせていただきますよ。はい、撤回します。はい。はい。はい。これは、はい。これはやっぱり、はい。悲しい。これ、あ、多分これはもう今後二度と使わない方がいいかもしれないですね。本気で喋っていい。あの日のエピソードー、ということで、はい、このコーナーはこれからトークテーマを決めまして、はいはい、そのトークテーマに合った、まあ、あの日の思い出を、話すというコーナーでございます。まあ、今回いくつかトークテーマ、はいはいはい、まあ、紙にこうスタッフさんがですね、用意してくださってますけども。これ難しくないですか？もうゆるっとでいいですか？あ、もう全然もう。わかりました。で、前回、堤さんが、はいはい、なんかその、このトークテーマの中で一つなんか入れどうしても入れてほしいっていう、はい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 、まあ、なんか一番嫌いな虫でこう、まあ、一応こう入ってるんですけど、はい、変なチョイスじゃないですか、まあ、一応もうこれは、まあ、一応見せたということでもういいかなと思っていや一番嫌いな虫ありますよ。あるあります。あります。これね、一応入れて、 あと視聴者の方からですね、はいはいはい、トークテーマいただきました。つかちゃんアットマーク物欲王さんですね、はいはいはい、この1年で一番大きな買い物と、まあ、そんなトークでもありがとうございます、はい、うん、それでまあちょっと皆さんで僕と日賀県で、トークしていきたいと思います。わかりました。はい、じゃあちょっとねシャッフルして、なんか2人でこの一つのテーマ、ね、はいはいはい、決めるっていう感じにするんですね。じゃあなんか、じゃあいきますよ、はい、これでいきますか。はい、出たのはこちらです。パン、何ですか。あ、すごい、つかちゃんアットマーク物欲王さん、この1年で一番大きな買い物。はい、一番大きな買い物っていうのは、まあ、要は一番お金を使った買い物ってことかな、じゃないですかね、はい、これはありますよ。じゃあ日賀県いいですか、はい、僕あんまり他で言ってなかったんですけど、何、家族にもちょっと止められてるんですけど、ここで解禁します。え、あのトカゲ僕めちゃくちゃ好きで、あ、ほう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 、爬虫類が好きなんですけど、うん、その爬虫類、まあ、飼育セットもろもろですよ、生態と飼育セット合わせて買ったのが一番高かったですね。え、値段、あ、じゃあまず何を買った、何、その例えばと何、トカゲなんですけど、爬虫類の中でトカゲが一番好きで、はい、またこれ多分絶対聞いたことないと思うんですけど、スベノドトゲオイグアナっていうトカゲなんですよ。スベノド、スベノドトゲオイグアナっていう、はいはい、まあ、トゲオイグアナっていう種類が、まあ、僕は一番恐竜に近いというふうに思っていて、まあ、イグアナってなんとなくわかるじゃないですか、大きい感じだなっていう、はいはい、まあ、そんなに大きくはならないんですけど、尻尾がすごいトゲトゲした感じのやつで、トゲオイグアナっていう種類は大体中央アメリカぐらいに分布してて、その子はニカラグアから来た子なんですけど、すごく詳しい、もうずっと僕実は爬虫類めちゃくちゃ好きで、え、いつか、もう物心ついた時から大体あの恐竜とか、 なんか虫捕りとかってなんとなく好きになるじゃないですか、はいはい、でもこう例えば中学で部活始めてとかなっていくうちに、だんだんこう虫が苦手になっていったりとか、なんか意外と忘れていったりとかあると思うんですけど、でも僕はずっと爬虫類だけは好きで、特にトカゲが一番、まあ恐竜が好きだったんですよ、はいはい、でその恐竜に一番なんとなくフォルムが近いというか、こう古代のロマンを感じるのが僕はトカゲなんですよね。でそのトカゲでトゲオイグアナっていう種類を買っていて、だいたい値段が、生態自体が2万円ちょっとぐらいです。で飼育設備が結構お金かかるんですよ、うん、結構大きめのゲージに、でこれも難しいなんか言い回しなんですけど、樹状性って言って木に登るタイプのトカゲなんですよ。あ、なるほど。だから爪が長いんで、こう立体的に作ってあげないとダメな、高さも割とある水槽、あ、結構大きい、結構こういう爬虫類専用の表の正面がこうやって開くような特別な水槽があって、大体その金魚とか飼うような水槽って上からこうやって水を注ぐタイプのものだと思うんですけど、飛び出し機になっててみたいな爬虫類専用の水槽があって、まあ、もろもろ含めて、だいたい10万以上します。結構高い。爬虫類飼育セットが、あ、今画像が、それです。ぜひ、ちょっとこの辺に、
張っていただけたら爪のどと良いわなって言うんですけど、そんな確かに大きくはない。だいたい企画で言うと横幅が60センチ、高さが45センチ、奥行き45センチってまあまあ大きく感じると思います。ね、まあ、十分そのトカゲだとスペース的には十分なんですけど、でここをこうやってコルクの木をこうやって真ん中に立てて、そこにこうよじ登って、で結構その水槽だけじゃなくて、まあ、ニカラグア、住んでるニカラグアってだいたい平均気温が24度から32度ぐらいなんですね。はいはい。まあ、割と気温的には過ごしやすいぐらいの感じで、うん、でも湿度が 80% ぐらいあるんですよ。だからその環境をその飼育下で作らないとダメっていうのがあって、それが難しくて、だからゲージがあってライトがあるんですよ。ライトが3種類あって、はい、まずその紫外線を出すためのライトっていうのがあります。紫外線 UVB を出すためのライト、あと保温球、赤く光るんですけど、はい、それは夜間に、まあ、夜間だとやっぱり日本の冬だと結構寒くなっちゃうんで、20度とか下回っちゃうんで室内でも、うん、なんでだいたい22度か、まあ、に低くても22度、まあ、24度ぐらいの設定にしてるんですけど、その22度の設定にするための赤色に光る保温球、はいはいはい、と、あとバスキングスポットって言って、うん、その自分で温まりに来るんですよ、トカゲって、体温を上げるために変温動物なんで。そうなんだ。そうです、温まりに来るんですけど、その一箇所だけすごく暖かくする場所、だいたいそこ40度ぐらいになってるんですけど、そこを作るための結構ごつめの、まあそれは紫外線とか出すだけじゃなくて、その体を温めるための強い、あの温かい温度を出すライトがあって、まあ、ストーブ的なものがあって、はい、その3種類のライトとそれを管理するためのサーモスタットっていうのがあって、まあ、エアコンみたいな感じなんです。なるほど。30度以上になっちゃうとちょっとあの暑くて熱中症になっちゃうかなみたいな時にライトを消してくれたりする器具があって、もろもろ含めて自動で十何万円する。でもさ、冬の時期ってそもそも乾燥してるじゃん、はい、でさらにそういうストーブとかってやると、まあ僕らが生活する上の暖房とかってどんどん乾燥していくじゃん、はい、どうやってその 80% の湿度を保つの？買いました、加湿器を。あ、加湿器入れるね。加湿器を買って、まあ我々もやっぱり喉大事じゃないですか、うん、だからまあワンルームに住んでるんですけど、そのワンルームに明らかに不適切なぐらいでかい加湿器を買って、結構その逆に暖房とかを入れてないともうなんかズブズブになっちゃうみたいな、あ、なるほどね、ぐらいの大きめの加湿器買って、で霧吹きを1日2回するっていう、霧吹きあればいいのかっていうので、まあヤシ柄を引いて、ヤシ柄って結構あのなんていうんですかね、保湿性が高いんで、そのヤシ柄にしっかりと霧吹きを朝もしてきました。名前とかってある？これあります、2匹いるんですけど、うん、あのダイナとソーってつけました。あ、恐竜に寄せすぎじゃん、はい、ダイナとソーで、体型で言うとソーの方が結構ぽっちゃりしている、で色が茶色気味、日焼けをよくしている感じです、はいはい、でダイナの方がまあなんていうんですかね、どっちかっていうとスリムな体型、結構よじ登ったりできるような体型していて、でこれ命名したのが、これ名前ずっと迷ってたんですけど、はいはい、まあ、トカゲを飼い始めましたっていうのを小室さんに相談したんです、はいはいはい、小室さんにトカゲ飼い始めたんですよって言ったら、なんか結構小室さんも多分動物とか結構好きみたいな感じで、あ、好きだね、はいはい、で小室さんの持っているなんかスリッパが恐竜のスリッパらしいんですよ。なるほど。恐竜がこうやってこうスリッパ の, あの足の甲の部分あるじゃないですか、はいはいはい、そこにこうやって多分ガーってやってるようなものが、はいはい、恐竜があって、右足がダイナで左足がソーらしいんですよ、うん、だからなんか2匹飼い始めたら、まあ、その時は1匹だったんですよ、まだ1匹しか飼い始めた状態だったんで、なんかダイナとソーテつけたらなんか面白くねと思って、あ、じゃあまとめると、はい、家に小室のスリッパ買ってるって、あ、そういうことです。そういうことか、ね、小室さんのスリッパが家にいるっていう感じなんで、そんなになんか全然興味なさそうに聞いてません、なんかめっちゃ興味、逆に興味あるように聞いてたでしょただここで僕あのやっぱりずっと実は爬虫類っていうのをものすごく飼いたかったんですよ、僕トカゲを。飼いたかったんですけど、やっぱりどうしても実家に暮らしてるってなると、餌とかやっぱり虫とかちょっと、とか、まあ、物によっては例えばマウスっていうか、そのネズミをあげたりする爬虫類もいたりして、まあ、それがどうしても家族と一緒に住んでると、ちょっと許してもらえないということで、僕はずっとこう押さえつけられてるんですよ、はいはい。爬虫類を飼いたいっていう衝動にこう押さえつけられてたんですけど、ようやく一人暮らしになって、まあ、念願の爬虫類を飼い始めることができて、もうその欲が今、もう、タワ外れじゃなくて、タワ外れちゃってそうなんですよ。でも、また新しいのちょっとお迎えしようかなっていうふうに思ってて。買うんだ。それがまた違うやつで、今度は、トゲオアガマっていう種類なんですよ。トゲオアガマっていう、今度は。まあ、トゲオっていうのは、まあ、尻尾がトゲあって、今度はアガマっていう種類で、僕が買おうとしてオルナータトゲオアガマっていうんですけど、これは砂漠地帯に住んでるんですよ、逆に。あ、じゃあ、それ共存できないじゃん。共存できないんで、もう一個違う水槽を買って、しかも結構大きくなるんで、
え、だってその場合さ、でも、はい、共存できないけど、部屋は一緒なわけじゃん。だって湿度がさ。いや、もう一個違う水槽を買うんですよ。だから水槽の中でさっき言った、そのあったかい場所とか湿度とか保ってて、もう一個新しい水槽を買って、今度は、エジプトとかのあの砂漠地帯の環境を作り出すためのゲージを。すごい、そんなの売ってんの？これ作るんですよ、だから。今度は、だからヤシ柄とか引いて、霧吹きをしてたのに対して、今度は、そのトゲワガマっていうのは、エジプトとかまあ砂漠地帯を再現するんで、寒暖差めちゃくちゃ大事なんで、さっきホットスポット40度とかで60度とかでいいんですよ。だからその50度とか60度のカンカンに暑いところと、夜間はもう20度切っても全然へっちゃらなんで、そういう温度勾配をつける。日中はつけてて、切って冷やすとか。今度は切って冷やすって。そのさっき今買ってるやつは割と、まあ人間が過ごしやすいぐらいの環境というか、温度ぐらいでずっとこう、なんていうんですかね。まあ、キープできるんで、まだ湿度だけちゃんとすれば買いやすいかなって感じなんですけど、今度は砂漠地帯に住んでるやつはもうかなりカンカンで暑くて夜間は冷えるっていう、まあ日本のこの温暖湿潤気候だとなかなか買うのが難しいっていう感じ で今度はしかも60センチじゃなくて90センチのちょっと大きめのさらに水槽を買おうかなっていうふうに思ってて、ね、でこのトゲワガマっていうのがさらに結構多頭買いっていうか、たくさんの種類をいっぺんに入れていいみたいな感じなんですよ。でこのオルナータっていうのは、まあ、オルナータって僕調べたんですけど、この葉っぱのような柄をしている美しい柄っていう感じで緑色の本当に綺麗な柄してるんですよ。でそれにもう一個ゲイリートゲワガマとかフィルビートトゲワガマとかいろいろいるんですけど、いろんな色違う色のトゲワガマをそこで買いたいなっていう夢があって、でこれ全部でも買うと20万ぐらい多分いっちゃうんですよね。高え。これ更新される可能性あります。それを見ていると癒されるの？それともなんか、ゾクゾクするの？それともなんか、その飼育をしてるのが楽しいの？なんで、そんなにお金をかけてまで、結構大変じゃなって。はい、そうですよね。なんでそこまで続くの？いやー、これ難しくて、どっちかっていうと、ゾクゾクするっていう感じですかね。なんか、ロマンを感じるんですよ。なぜか知らないですけど、ちっちゃい時って、なんか、時間気にせずに、こう、恐竜図鑑とかひたすら見られたりするじゃないですか、はい。ずっと見てられる。なんか、その感じがまだ僕の、少年心じゃないですけど、それがあって、だから全くわかんないけど、ね、そのコルクがかかってるんですよ。コルクがこうやって斜めにかかってるんです。全部今60センチのもの水槽の斜めにかかってて、そこにこうやって、まあ鍵爪を使ってこうやって登ってくるわけですよ。で、長い尾っぽがあって、それをこうやってこう優雅にこうぶら下げてるわけですよ。それを見ながら2時間ぐらい行きます。いや、ずっと見てられるんですよ。変態っていう言葉が合ってるのかわかんない。別に全然動かないんですよ。で、爬虫類ってそんなに世話しても全く懐かないんですよ。あ、懐かないんだ。全く懐かなくて、もうありえないぐらい未だに逃げられるんですよ。え、それいつか懐く時ではあんの？ないっす。懐くはなくて、慣れるならまだあるんですけど。え、覚えてもらえん？覚えてもらえないっすよ。その記憶というかさ、実家に犬飼ってるんだけど、はいはいはい。やっぱ未だに実家に帰るとやっぱ覚えてくれるから、バーって寄ってきて、はい、こう、わーとかやってくれるの。やってくれますよね、犬だと。その記憶が多分記憶してるわけじゃん。トカゲっていうの記憶っていうのはないっすね、多分。で、これ、種類によると思うんですけど、流通している個体がまた難しい話なんですが、CB 個体と、WC 個体っていうのがいて、全く分かんないわ。CB っていうのが国内産の、はい、例えば国内で養殖されたものっていうのはちょっと値が張るんですけど、まだ人に慣れやすい、まあ懐きやすい。ただ、ワイルド個体、もうニカラグアでその辺でこう、あっ採取されたやつなんですよ、僕のやつは。だから野生がバリバリに残ってて。なるほど。だからこの前もこう掃除するためにこう捕まえないとダメってだったんですけど、もうガンガン噛みつこうとしてきますし、挙句の果て、死んだふりとかするんですよ。だから、自然で逃げ回るまでにバッて硬直して、本当に死んだみたいな。この衝撃で死んじゃったみたいなぐらいの、そういうもう、野生の防御反応というのが、バチバチにまだ備わってるんで、まあ一切懐かないです。なんで結構いいもんあげてるんですよ、僕。いや、確かに結構お金もね、かかってるし、餌とかもってことだよね。割とその子たちは草食なんで、小松菜をまずこうやっていい感じのサイズに切って、はいはい、口がちっちゃいんでいい感じのサイズに切って、人参もこうやって切って、その上に昨日なんてこうみかん乗せるんですよ、みかん。みかん乗せて。で、カルシウムパウダーって言って、まあ、カルシウムを結構細くするために、なんかちっちゃい粉みたいなのかけるんですよ、うん。粉チーズみたいな感じで。だから、そのシーザーサラダみたいな感じで出してるんですけど、そんな感じですごい丁寧に出したのになんか踏み荒らされて全然食わずに散らかってるみたいなことも全然あるみたいな。あるんだ。ありますありますあります。全然あるんですけど、でもなんかやっぱりロマンを感じるんですよね。うわぁ、全然。いや、だから、すごいいい趣味っていうか、あんまり趣味ないなって思ったんですけど、これやっぱりずっと僕好きなことだったんで、いい趣味見つけたなって思って、もうなんか今振り切っちゃって逆に怖いですね。もうなんかタガ外れちゃって、半端ないのに手出しちゃうんじゃないかみたいな。ね、でっかいの買うかもしれないね。っていうのはありますね。
これめちゃくちゃ僕15分ぐらい喋ったんですけど。ということで、はい、まあ、視聴者が半分になったところでですね。はいはい。視聴者が多分半分未満になりました。今のね、いやいや。ここまで見てくれる人は、はい。はい。まあ、その、まあ、続いてのコーナー行きましょうかね。はい、続いて行きましょう、行きましょう。はい。本気で喋っていい。続いては、イメージと真実の間、はい、ということで、こちらのコーナーはリスナーの皆さんが思っている藤原たちのイメージが合っているかどうか分かる範囲で確認していこうというコーナーでございます。はあ、まあ、今回はですね、比嘉健だけのイメージを用意しております。はいはいはい、ありがとうございます。そんな、じゃあいきますか。はい、早速何が来てるんですか。はいはい、東中アナのイメージ、イケメン、声がいい。おお、どうですか、その自己自身で聞いて。嬉しなか。続いていきましょうかね。いやでも嬉しいです。どうそれは、なんすか、ね、それはそのやっぱイケメンとか声がいいっていう風に思われたいっていう欲とかどうなの。いや、それはでも皆さんあるんじゃないですか。これあんまりなんか言い過ぎると、キャラをなんかナルシストキャラみたいなのを前面に出しすぎない方がいいんじゃないとか言われて、怒られそうかもしれないですけど。そうですね。でもなんかそこはやっぱり普通に頑張りたくないですか。なんかまあまあそうね。だから美意識を高めるためになんか小顔マッサージみたいなしてますよ、毎日お風呂入りながら。うん、なんかこうやってこう頑張って顎を動かしてここのラインを出したいなみたいな、うん、とか、こうやってグリ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 やったりとか、この辺りグリ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 やったりとか、うん、毎日やってますね。変わる、やっぱ変わります、変わります。なんかむくみ取れますし、そもそも僕結構太ってる時があって、体重、まあ、今だいたい65キロぐらいなんですけど、80キロぐらいあるった時があって、いつ、で中学生ぐらいです。中学3年生。中学生で80キロって結構だから、今で80とまた違うじゃないですか。だからもう容姿もまあ結構なんか大柄っていう感じだったんですけど、はいはい、まあ、その時なんかすごい自分嫌いだったんですけど、なんかそこからキュッと痩せた自分がやっぱり好きだったんで、なんかそうやって自分、まあ健太さんも体鍛えてると思うんですけど、うん、なんかちょっとストイックに頑張ってってるというか、そこにこだわってる自分が、まあなんかそういう自分が好きっていうのはあるんですね。いいこと、めっちゃいいこと言う。いいこと、めっちゃ今めっちゃいいこと言ってる。でもそれはでも健太さんもあると思うんですよ、ね。いや、今日一番いいこと言ってたよ。あんなに喋ったのに。あの日のエピソードの時、まあほとんど聞いてなかったか。だって全然聞いてなかったぞ。なんかすごい眠たそうになんか言ってたんですけど、うん、でもそういうのあるかもしれないですね。なるほどね。声、はい、いいもんね。それは確かによく褒めていただけるかもしれないです。いや、声いい、響くというか、ダンディというか低音ボイスというかね。なんか入社試験の時から確かになんか声いいねっていう風に言ってもらってたので、まあそれを一つの自分のなんていうんですか、武器にしたいなっていうのもあって、なんか日々磨き続けてるっていうのあるかもしれないです。なんか試験の時によくやってた低音なんかよ、なんか見せるやつとかってなんかあったの。ありますね、これ。何、あのキリンの川島さんのモノマネをしてました。今ちょっとやっていいですか。それ聞いていいですか。はい、なんか多分キリンの川島さんの持ちネタが多分あると思うんですけど、はい、キリンですっていう、こう確かにちょっとうまいというか、キリンです、馬島中ですみたいな感じで、まあ最後のだけ本当にいらなかったけど、でもうまいね、確かに。っていうのをやると、確か試験のその面接官が三宅さんだったと思うんです。三宅さん覚えてらっしゃるか分かんないですけど、三宅さんはおかわりくれましたよ。最初にそれをな、三宅さんが声いいねっていうのを披露してくれ、はいはい、言ってくださって、もう一回あれやってよみたいな、最後、はい、川島さんのやつやってみたいなことを言われてやったのを覚えてますね、入社試験の時に。それでキリンですよ。その会場どんな感じなの。やっぱおーってなるの。まあやや受けやや受けない。あ、受けがいるんだ。やや受け、やや滑りではないんだ。やや受け、まあおーおーみたいな。あ、まあまあいい声、三宅さんがうまくフォローしてくださったっていう。なるほどね。まあでも無事一応あの通ることできたんで、ね、試験は。はい、確かに比嘉健はフォローしてくれる人がいないとまずいからね。まずいね。そうですよ。でもそれは山毛さんも一緒じゃないですか。そのものですか。そうです。はい、僕もですね、はい。僕もございますね。はい、続きまして、はい、ラジオネームテレビ大好きっ子、東中アナのイメージ。お酒を飲めないとのことなので、お家で一人でスイーツを食べていそう。うわー、これはめちゃくちゃありますね。まだあります。はい、ママチャリでお買い物に行きそう。うわー。さらに、はい、お洋服はファストファッションで高いものは買わないっぽい。うわー。休日は家でゴロゴロして寝ているっぽい。
これ誰ですか？まだあるんですか？家でも発声練習していそう。どうでしょう？これ結構知ってる方だったんです。母親とかじゃないですよね、なんか。いや、全部当たってます、全部当たってます。テレビ大好き子さんです。全部当たってますよ。当たってる？え、すごい。なんか5つくらいいただきましたけど、何でしたっけ、一番最初が。お酒飲めないとのことなので、お家で一人でスイーツ食べてます。甘いもの大好きです。いつもだから、その一応、やっぱりなんとなく体型とかを気にして、コンビニですごい格闘するっていうのありますね。なるほど。これ買いたいなと思いながら、裏のカロリーの成分表とか見て、うわぁ、ちょっとなんか300キロカロリー超えてたらちょっときついなとか思いながらちょっと伏せて。カロリー、あ、やめよ、太りたくないっていう思いが。いや、ありますね、やっぱり。でもたまになんかちょっと、じゃあその台場の近くのなんかクレープ食べに行こうみたいなのがあって、一人でなんか休日でクレープ食べたりとかするときもあります。でもあれでしょ？でも、はい、なんかジムも行ってるんでしょ？ジムもたまに、まあ、ちょこちょこっていう感じで、そこまでこの健太さんほど行けてはないですけど、まあ、ちょこちょこ気にして、よく堀池さんと会うっていう。あ、堀池さんと同じ。すごいね。堀池さんと会うっていうよく。え、それ、堀池さんも結構ガッチじゃん。堀池さんもガチガチやってます。もう堀池さんのメニュー大体覚えてるぐらい。大体体験。結構な頻度だって。結構な頻度で会います。一番話すより合うかもしれないですね、朝なんで。すごいわ、それは。堀池さんと会いますっていう、はい、休日は家でゴロゴロして寝ているっぽい。これもう間違いなくそうですね。インドア、めちゃくちゃインドアです。だからその家に今漫画すごいやっていて、ワンキーの一人暮らしで漫画で、実家にもあるんですけど、なんか最近だとこれ漫画の名前とか出しちゃって大丈夫ですか？ワンピース、ハイキュー、呪術廻戦、キングダム、ハンターハンターが全部あるんですよ、家に。全巻、全巻があって、最近その一気買いしてもうこうなんか読むっていうのをやってて、はいはい、だからもうほぼ家が爬虫類カフェみたいな感じになってるんですよ。確かに。そうです。家ほぼ爬虫類カフェみたいな。すごいね。全部読んだの？全部読みました大体。それ爬虫類ではワンピースとかも一巻も読んだことなかったんですよ。まあなんとなく内容は知ってるものはあったんですけど、もうだから一巻から107巻まで今多分出てると思うんですけど、全部読みました。すごいわ。最近もう命削って読んでる、だからもう睡眠時間削ってワンピースを最近読んで。で結構ワンピースの話してる人多いじゃないですか、このアナウンスです。僕もそのちゃんと追ってるから。そうですよ。だからもうなんか今までまあ漫画結構好きっていうか、まあ、でも幅広く読むっていうよりはこのなんか少年の王道の漫画みたいなのをなんかすごい名作みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、なんかどれも素晴らしい作品だと思うんですけど、その名作って呼ばれてるようなものをなんか読まずに、はい、なんか死んでいくのはすごい嫌だなっていうふうに思って、一個このコンテンツを自分の中で、まあ、頭の中で持っておきたいと思って、ちょっと分かる、まあ、みんなが知ってるようなね、みんなが知ってるようなものっていうので。なるほどね。じゃあ続いていきましょうかね、はい、ラジオネームメラコさん、はい、東中アナのイメージ、ひょうひょうとしてて割と何でも器用にこなしそうなのに、実はお茶目で不器用そう、それゆえ努力家そうというイメージでございます。いや、これはめちゃくちゃ当たってます。なんか努力家っていうのを自分で言うのは恐縮なんですけど、はい、その努力家っていう部分じゃなくて、そのなんか意外、いや僕は自分自身なんで、なんかそんな別に器用とか思ってないんですけど。器用そうには分かる。まあでももちろん頑張ってるっていうのは分かるけど、器用そうではあるけどね。いや、不器用ですね、むしろ。容量も悪い方で、特にPC 作業がめちゃくちゃ苦手です。パソコンなんだ。なるほどね。メカ音痴なんですよ。だからなんかその、じゃあファイルで何かで提出、出してくださいみたいなあるじゃないですか。もうそういうのだった時にもう頭パンクそうになるぐらい嫌いで、なんか、アナログが好きで、だからこの前とかもその資料みたいなの作ってる時に、まあ今時結構パソコンで作ったりするじゃないですか。でもなんか僕めちゃめちゃこう、手書きでノートで、なんか写真貼っつけて、なんか音読しながら、こう資料作るのが一番、自分の中で頭に入ってくるんですよ。実況者は手書きなの？手書き、今のところ、まあ、その、まあ、今のところ手書きでやってます。ちょっと、初手があんまりない。声出しながら、こうやってブーってこう、なんかアウトプットしながらやってると、なんか、もう今、まあ、一番新人のくせに、お前、一番アナログみたいな感じのやり方してるじゃんみたいに言われたんですけど。だって、手書きで書いて、資料書いてると、先坂さんぐらいか見たことない。だいぶ僕より上の、ですね、もう30個以上上だと思うんですけど。だからそっちの方が自分的には、でもやっぱりどうしても効率を求めるってなると、これが多分いろいろこなしていくって中でやるってなると、多分ね、デジタルにしていかないとダメなところもあると思うんですけど、今手書きが一番頭に入ってくるんで、だから、まあ、周りからするとちょっと容量悪いというか不器用にも思われるかもしれないですけど、一番自分はそれがやりやすいっていう感じなんで、なるほど、ね、意外わかんないです、自分で意外っていうのもあれですけど、なんかそんなに何でも器用にできる方ではなくて、まあだから頑張って手書きで頭に入れるってことだね、はい、もうでもトカゲの話は全く頭に入ってこないだから何回も見返してくださいね、じゃあ見返してください、見返してください、ということで、たくさんのメールありがとうございました、ありがとうございました、ということで、メールですね、メールの募集をします、はい、ね、フジアナラジオのメールの宛先はフジアナアットマークインフォドットフジテレビドット CO ドット JP、
フジアナアットマークインフォドットフジテレビドットシーオードットジェーピーでございます。フジは FUJI、 テレビは TV でございます。本日やった企画以外にも募集しておりますので、詳しくは公式 YouTube の概要欄をご確認ください。ちょっと1個だけいいですか。はいはい。このフジアナラジオで僕一番の見どころだと思ってるのが、意外とこの辺りでもう止めちゃう方多いかもしれないんですけど、この後にあるこのエンディングに向けての歌、あれ一番面白いなと思うんですよ。歌見たことあります？あの幼いさんがフジアナフジアナやってるみたいな、あのふざけてるやつが、あれが一番面白いんで、ぜひこの後、はい、この後流れます、最後まで見てね、見ていただけたらな、はい、あんなにふざけてる幼いさんは見たことがないので、僕はあれが一番このフジアナラジオの中で見どころだと思いますって、あの伝えたら、あのしばかれそうになりました幼いさんにっていう、はい、以上です。今のは何しなかですか？うましなかでした。多分今後、まあ、この、ラジオには多分呼ばれないと思いますけど。じゃ最後ぐらいチルっぽい感じで終わりましょうよ。チルっぽい感じで。チルっぽい感じで。なんかその、何しなかで終わらなくていい。もうそれせっかくだから。もうしなかは今終わりました、これで。でもこの40分間で絶対もうしなかはね、ちゃんとついたね。それではしなかとかどうですか？それではしなか。合ってる？その、それではしなか。それではしなか。あるじゃないですか。だって、つみさん終わるじゃないですか、そうやって。うん、ライブニュース。ありがとうございますしなかじゃなくていいの。どう？ありがしなか。ありじゃあ、だ、血が合ってないじゃん。ありがとうございましなか。ありがとうございましなかでいく。わかりました。じゃあ角度をちょっとしっかりこう。オッケー。そうですね。これですね。いきますか。じゃあお願いします。では本日は山本健太と東中健がお送りしました。本日はありがとうございましなか。このラジオが面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。フジアナ、フジアナラジオ。本気で喋っていい。ちょっと違ったな。